今回の時間は投資新宅のコーナーになります本日のゲストキャピタルアセットマネジメント運用本部副本部長本庄正さんですこんにちは,にちはよろしくお願いします今日はオーケストラファンドという非常に素晴らしいお名前のファンドをご紹介いただくということでとよろしくお願いします、はい、なんか表紙綺麗ですよね やっぱりオーケストラというイメージだと思いますがまずはファンドの特色からお願いできますか、はいえーまあ、オーケストラファンドもちろん日本の公募投資信託です、えー、何を中でやっているかといいますと世界中の市場からです、ね、いろんなファンドをこう厳選いたしまして、えー、まずはあ分散それからあ相関の低いファンドを集めて投資しております。はい コースは安定コースと成長コースがあります。まあ、したがっていわゆるファンド・オブ・ファンズの形式で運用しておりますまあ世界中のファンドを厳選してオーケーストラを奏でられるような格好にしてみきたいとそうですねいとちなみに設定以来の運用状況というのはこちらのファンドは2021年の12月24日に設定いたしましてちょっと字が小さくて申し訳ないんですけれども。 ページの真ん中の囲みの中ですが赤い文字で「安定と成長」というふうに書いております、はい、12月24日からですね昨年の末までの数字をご紹介いたしますと安定でリスクが5.8%リターンが1.9%それから成長のほうではリスクが7.7%リターンが4.4%ということで、まあ、まずまずの結果に終わったかなというところです。はい 比較対象としておりますのは世の中にあります300本弱のいわゆるバランスファンドを仮想ベンチマークということにしておりまして全体の平均がですねリスクが9.9%に対してリターンが3.4%ということでいわゆるシャープレシオリターン割るリスクで見ますとオーケストラのほまが若干性能がいいかなというところです、はいはい。良い音を奏でられたと そうですね。いうことですね。はい、でご参考としてあの年末から二月二十六日一昨日までのパフォーマンスは、はい、まああのご案内の通りマーケット非常に好調でしたので、えー、前年末比では安定で四点一パーセントそれから成長で五点五パーセントのリターンが出ています。はい、またあのファンドの残高もおかげさまで年が明けてからあお客様投資家様の、えー、関心が非常に高まってきておりまして。えー まあ、あ大変、えー、勢いよく投資いただいております、はい、そ,その間の投資環境って振り返っていただくとどうでしたはい、えーっとですね、こちらはあの青い折れ線グラフで示しておりますのが MSCI のワールド、エマージンを除く先進国からなる株式の指数です。 それから赤い線がアイシェアンズですがグローバルの国債のプライスです、ねはい、を示しています、えー。通常の場合ですね債券の利回りと株式のリターンというのは逆の相関関係を持っています。ですから逆に言いますと債券のプライスと株のプライスというのは同じように動くというのが通常の状態で、はい、それがまさに 私ども設定してから2022年の9月ぐらいまではそういう状態が続いておりました、はい、ところが2023年に入りましてからアメリカでインフレ懸念が非常に台頭しまして金融政策ががらっと変わったということがありまして、はいはい、相関関係が崩れた期間が2023年3月から2023年の9月ぐらいまで。 でえー、昨年の10月にはあ、まあ、イスラエルの動乱がありましたが、はいえー、そこからまあ通常のパターンに戻っているかなというところであります、はい、そういう中で、えー、っとリスク要因というのをいくつか挙げていただいているかと。 というふうに思うんですけれども、はい、これはアメリカの景気のまずソフトランディング期待、このあたりはどうなんですか、まあ、ずっとこう利上げ警戒感から来て、今度はその利下げ期待感に変わってきてるんですかね、おっしゃる通りですね、はい、あの年が明けてから若干、利下げ期待が後退するようなイベントといいますか、経済指標が連続しておりまして。はい えー、年明け頃には3月ぐらいに利下げが始まるのかなというのがコンセンサスだったと思いますが、はい、まあ今は6月ぐらいというふうにこう後倒しになっています、うんえー。それでソフトランディングという言葉が非常に用いられているわけなんですけれどもお、まあ、ソフトランディングというのは穏やかな景気回復、えー、ということだと思いますけれども実はその過去のアメリカではあ えー、政策金利が3%以上引き,引き上げられた局面が10回ございます、はい、1959年以降ですがあ右側のチャートになります、えー、赤いあの折れ線で示したのが政策金利の水準で、えー、青いシャドウになっている部分が景気交代の期間です、はい、で、一変3%まで上げてその後3年以内に景気交代にならなかったというのは、えー、2つ 2件しかございません年、はい、年と年ですで我々警戒しておりますのはソフトランディングということがあまりに最近頻繁に言われるようになりまして、はい、左側のチャートはこれはブルンバーグさんの記事なんですけれどもソフトランディングという言葉の記事の数これを数えてるんですね。ご覧にいただけまますように2023年直近まで えーまあ、おそらくこれまでなかったような増加の仕方を示しています、はい、で大体こうみんながソフトランディングを期待した時はあ景気後退になるというのがこれまでの、えー、お通例だったかと思います、はいうん、でしたがって最近あのそういうことをおっしゃってる方もですね、えー、JP モ、えールガンの大門社長とかですね若干識者の中には増えてきてるかなと思います まあ得てして裏腹になることが多いんです、市場の希望と。そうですね、ということですね。はいはい、あとはその、じゃマーケットが危機に陥ったときっていうのは、オーケストラファンド、はい、検証していくと、どんな感じですかもともと設計思想として、できるだけこうマーケットが下がるときには、マーケットほど下がらず。 マーケットが上がるときにはそれに追随していくというのが設計しそうなんですね、はいで。上段の表になりますが、えー、これはあの年率換算で示したリスクとリターンになりまして、えー、安定コース成長コースそれから世界株式とバランスファンドこのバランスファンドを先ほど申し上げました、はい、え日本のバランスファンドの平均になります。えーえー これで見てみますとシャープレッションが一番あの尺度としてはあいいと思うんですが、はいえー、オーケストラファンド安定も成長もいずれも0.9ぐらいになっております、はい、それから最大下落率これはいわゆるドローダウンと呼ばれているものですけれどもそれぞれちょっと危なかった年を挙げています2008年は世界金融危機それから2020年はコロナ、はい、2022年これまあ運用してからなんですけれども まあ、ロシアのウクライナ侵攻と、まあ、こういったイベントがございました、はい、で2008年の、まあ、世界金融危機あるいはリーマン・ショックの時が一番典型だと思いますが、はいえー、株式や世界株式の指数は55%程度下がっています、はい、でこれに対して安定コース成長コースは 13.7%19.1% の下落で済んでおります。はいえー、これはシシミュレーションの結果なんですが 右側の2022年、これは実際にリアルにランをしている最中でございまして安定コース、成長コースは一番下がった時でマイナス6.2%それから成長コースでマイナス5.4%ということでまあいずれも株式、それからバランスファンドよりも下げは非常に限定的だったということが言えます、はい。 それから下段の表でございますがこちらはこれまであったいろんな危機ですね、はい、2000年に入ってからになりますけれども丸1から丸6まで金融危機とそれから直近のコロナ危機の時にどういった動きだったかなということなんですが、うん、世界株式やはり先ほどの55%程度で 回復にどれぐらいかかったかといいますと五十一ヶ月かかっていますやっぱり長ですね長いですねやはりあれだけのショックがありますと、はいえー、マーケットが下落した後にもともとの数字に変えるには四年以上ですか、はい、かかっておりますですからあのエクイティは非常に魅力的な資産で我々も投資しておりますけれども、えー、一度やられた部分を取り返すには非常に長い期間がかかると、はい いうのが通例でありますそう考えるとコロナ危機の5ヶ月とかものすごい短かったですよく考えるとそうですね,ね割とまあ早くと言いますかあの情報がものすごく早く伝達されたんでしょうねまあ値幅も大きかったですけどねそうですね陽性の下げ陽性の戻りだったですよねそうですねはい <laughs> あの。 リーマンショックとか金融金とか、えー、陽性の差げで,で陰性の戻りだと <laughs> 何が起きてたのか分からなかったということなんですね。というところを検証していただいて、えーとはい、もう一つ、どうしても国内にいると気になるのは 為替ですよね為替レートの変動の時の検証をおっしゃるとおりでありましてあの我々日本人の投資家にとって、まあ、これまでずいぶんまあ長い期間、えー、悩まされ続けてきたのが円ドルの動きです過去2年間はちょっと違いますけれども、はいえー、外国の株式ないし債券は魅力的だなと思っても為替が怖いということが非常に大きかったと思います。えー オーケストラファンドですねあの外国の投資信託を買っておりますので、えー、ドルに対するエクスポージャーといいますかドル資産が多いんですね、えー、それぞれ6割ぐらいあります、はい、ですから我々もその円ドルの動きには非常に敏感なんですけれども、えー、中で持っておりますものがオルタナティブファンドあるいはまあいわゆるヘッジファンドが中心でございまして、えー、実はあのポートフォリオとしてこれらのファンドを持っていますと 円の動きにはあまり影響を受けないということがあの過去のシミュレーションからは明らかになっています、はい、左のチャートですけれども最大下落率で、えーまあ、いわゆるアベノミクスが始まる前ですね2012年の3月末ぐらいまでは、えー、30%円がドルに対して強くなりまして、はい、まあ円高になったわけですね。 そうすると円の投資家にとっては、まあ、通貨は強くなっているんだけれども逆にドルが弱くなっているのでが低くなります、まあ、これを警戒しているわけなんですがご覧いただけますとおりに安定コースが青の折れ線成長コースが赤の折れ線ですけれどもそれほど為替にそのまま相対的には反応しているわけではないということが、はい えー、実際過去データからは言えしたがって円、えーまあ、ドルに対する相関がそれぞれのオルタナティブファンドはあ実は結構低い、はい、あるいはあ逆相関にあるということがあ分かっておりますので、まあ、仮にあの大胆な円高が来ても、はい、それほど慌てることはないというふうに思っていますまあ過去の検証をしてみると、まあ、相関は実は為替。 低いんだねということですね。すねはい。これ意外なところではあったという感じですね。はい、はいえー。ご興味ございましたら松井証券さんのホームページ等々でご覧いただきまして、えっ、ー、とオルタナティブ、はい、じゃなくてえっ、ー、とオーケストラご検討いただければと思います。本庄さん今日はありがとうございました。どういたしまして。どうもありがとうございました。